はい、どうも、イラストレーターの沼田たけしです。はい、ということでですね、今回はですね、ポーターです、吉田カバンのポーターですね。僕、財布はね、ポーターを使ってるんですよね。いわゆる高級ブランドの財布ってのはちょっとなんか違うなと思ってて、違うなっていうのは、まあ僕がまともに働いてるサラリーマンとかだったら、まあ高級そうな財布でいいかなと思うんですけど、まあなんかカジュアルに、まあなんかスーツとか着ないんでね、まあ別に、あとお財布をすられたくないので、まあ、チェーンウォレット的なものを使いたいっていうのもあって、ポーターをよく使ってるんですけど、まあ、ボロボロになっちゃってね、去年ぐらいで。で、去年スマホを Y モバイルに変えたんですけれども、その時に PayPay ポイントですかね、なんかPayPay とかでしか使えないようなポイントが1万円ぐらいあったんですよね。で、1万円ぐらいあってどうしようかなと思った時に、あ、そうだ、財布買おうと思って、なんかね、ああいうお店、ペイペイもそう、ペイペイモールもそうですし、au ワウマのお店もそうだけど、まあ、お得なもの、お得に買えるものもなかなかなくて、どうしようかなと思った時に、あ、財布買おうと思って、その時にお財布を買いました。はい。ということでね、今回買ったのが、吉田カバン、ポーターの、アルーフなのかな、まあ、ちょっと革っぽい製品ですね、これ。革ですかね。使用してるカーフ、インド輸入革って書いてありますね。革なんでしょうね。まあ、ちょっと革っぽい材質ですよね。で、思ったより革だからあれかなと思ったんですけど、軽いんですよ、革の割に。で、まあ、生後6ヶ月の子牛を使用しているってことで、毛穴が目立たず、きめ細かな、ふっくらとした表情って書いてありますね。まあね、まあこのチャック、なんかこう、このチャックの小銭入れの出し入れがちょっとね、こうチャックっていうのがちょっとめんどくさいなっていう感じがするんですけれども、まあそれ以外はなんかこう、ね、あ、ここがボタンなのか。ボタンなのがちょっとなと思いながらも、まあいいかなって、カードも入るしね。何よ、このチェーンウォレットをこうやってこう、引っ掛けるところがあるのが欲しくて。で、あとポケットに入れたいんですよ、僕。すごく。ポケットに入れたいと、なんていうんですかね、財布を気軽に持ち歩きたいんですよね。なんかこう、ポーチとか、カバンとかに入れるっていうのはちょっと不安で、なんかこう、常に財布をすられたくないというか、持っているのを感じていたいんでね、なるべくこういうチェーンウォレットがある、子供かって思われそうですけどね、まあ僕はそういう風な、タイプです。だからまあそうするとなかなかね、なくて、でもこれも1万3000円ぐらいするんじゃないですかね。だけどまあ、なんかね、財布もこうやって2つ入れるところもあるんで、まあいいんじゃないかなと思ってますね。まあ消耗品、1ヶ月1000円と思えばね、まあ1年で元が取れますもんね。もうそれでも1万3000円だからね。まあ1万3000円でね、でもね、PayPay ポイントがなんか結構同じぐらい返ってきたんですよ。だから実質1万円ぐらいだったんですよね。だから1万円ぐらい使って3000円ぐらい返ってきたので、ペイペイポイントもなんかだから、まあ結構、まあ、1万円ぐらいで買えたっていう認識です。はい、まあね、吉田カバン、僕がもう大学生ぐらいの時に流行ったんですけども、未だにやっぱりいいから使い続けてますね。うん、日本製ですからね、メイドインジャパンね。ということで今回は、ポーターのアウルーフ、まあ、ポーターのね、財布を購入しましたっていうレビューでした。ありがとうございました。